母なる大地が少ない。ありがとうございます。別にお前のことかっこよくねえんだよ。ルイちゃんのこと褒めすぎじゃない、はい、僕ら関係ないやん、全然。お前らもう帰っていいぞ。オープニング始まる前に帰れ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は寿司屋おごるで。あ、ここまではおごるけど、お前らおごりかなと。持ってきてないです。あ、いいよ、給料がいいじゃない。今日の企画はですね、ミッチーね、俺に毎回仕掛けて炎上させて、もう俺の好感度下げるやつをちょっと騙したと思って、美女を誕生しました。じゃあ一人ちょっと自己紹介お願いします。いいですか。はい、皆さんこんにちは。名古屋でモデルコンパニオンをしてます、桜井瑠衣と申します。よろしくお願いします。美女がおるとテンション上がる。感じとる。あっとに。まあまあ何回も出てるけどね、まあ、はい、あのいつものあの時のやつ。皆さんこんばんは。私は東海地方で活動している岡田真子こと岡真子です。皆さんよかったらインスタグラム1234まこでやってるので、よかったらフォローしてね。うまいね。今日かまなかったね。今日はかまなかったです。今日友達おるでちょっとリラックスしようね。そう、私の友達のルイちゃんです。はい、かわいいでしょ。おっぱいぽよぽよ。マブル、マブル、マブル、マブル。本物かどうかだけ、本物かどうかだけ。俺もマブルになりたいから確認し。絶対多分炎上。うちの動画も出てくれたんだね、前あれミッチを騙してくれ、はい、騙してくれ、あ、騙したのはイリーちゃんが騙したけど、はい、写真とかだけは借りたみたいな感じだった、はいはい、で出てくれたんだね、はい、で今回こうやって、まあ、来てくれたってことだ。はい、来れました。でもだね、あいつが好みってことはもう 100% もう承知だもんね。まあ今日の企画は視聴者の皆さん、この二人がバチバチに決めますよと。で、あいつカッコつけて絶対止める。見ましょうよ、俺ミッチだな。あいつが止めてきたら逆上したやつになるとか、うん、はい、え、どんぐらいのおっぱいで、え、どっちもやるって感じ。どっちもおっぱいだったら僕の方がやったらお前からつまらんから。まあ、とにかくミッチーの好感度を下げましょうっていう動画だね。めぎゅ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 ロンバーパークできねえ。ロンバーできねえ。ぜひぜひほんぷら、美味しい。とろける、めっちゃ美味しい。言い方がしっかりだ。してますもん。してない、全然しない。運転しながら死ぬから震えてない。いつでも2人ともなんか自分が気に入った男だったらしっかりバイトする。やばい、どうだよ。あ、来たじゃん。おー、ぜーどうす。遅いよ、お前完全に40分だから行っちゃいますよ。あ、ちょ、今日二人で来たやつ。誰でしたっけ。で、あ、母なる大地見て。母なる大地。母なる大地があそこにある。あれじゃん。あれじゃん。あれだ、お前。騙されて、こちらの。あの子だよ。あの子だよね。はい、私。写真見とるの。写真のあの、TikTok やってる。そう、インスタグラムをね、騙しました。あ、インスタか。はい。あ、そうなんか、リリちゃん借りてきた、ね、写真を。そうです、そうです、写真を。あ、本人さんですか。はい、TikTok は十何万フォローの人。十何万、はい、え、じゃあでも、まあ遅いもん、ずっと動画始めなかったもんな。はい、え、撮影するんですよね。いや、今日の企画は、まあ、寿司屋で女の子に、まあ、はい、何、どういう動画好きか聞こうっていう企画なんだけど、はい、もうちょっと飲んでいいですか。もう撮っちゃった。早くないですか。ちょっと飲まさせてください。いや、そんなもん初めてだって。俺、初めて。え、でも、あの、僕は岡真子ちゃん、はい、かわいい。いや、特装してくれなかった。特装してくれなかった。いや、そっか。とりあえず飲もうか、とりあえず飲もうか。はい、それは。まあ、一杯飲みましょうよ。はい。まあ、二人の出会いに乾杯。いやー、乾杯でーす。あー、二人の出会いに乾杯です。何言ってんの。乾杯でーす。はい、しかも、冗談っぽくいつも言うじゃん。でも、ちょっと本気モードで。60% ぐらい、60% ぐらい、100%。全然ちょっと目合わせてないんです、まず。あ、ちょっと全然おかしいな。え、完全におかしいな。今日おかしいっす。いや、おかしくないだろ。ぶっちゃけ、ちょっと、はい、企画なし、抜きとして見れないですよね、やっぱり。
え、でも聞いてみたい。顔だけで、顔だけで。顔だけですか。おっぱい入れちゃちょっともう待って。そこだよ、そこだよ。俺のおもちゃバーベキュー、俺インスタの、インスタストーカーやって。何も言えない。トータルで、まあでもまあ一瞬ぐらいですかね。やっぱりかなりですよ、あいつ。いや、同じぐらい可愛い。あ、比べる。顔、顔ね、顔。はい、3回目ですよね。もう3回目だからこそ、はい、3回目でそれちょっとひどい。初回の子に負けたくないです。いやいや、私1回会うごとになんかその可愛いが増してくるんですよ、僕の場合。え、じゃあこっちじゃないですか。ちょっと言って。それで、だって3回目でそれだね。でもうちら仲いいもんね。仲いいんすか。でも、そうです。じゃあ1個やさん、1個やさん、私なし仲いいよねっていうの、だいたい仲悪い。仲いいよね。仲いいですね。ガチガチで仲いいです。この間だけで散々女の人いるよ。あ、これ2とかね。だいたいそうだね。え、まあ、じゃあクラブも行くし。クラブ行ったくらい仲良くできない。そう、仲いい基準だったらまあやばいよ。めちゃ薄っぺらい基準。とりあえず映ってもらえ。いや、多分これ何の意味もないですから。これもともと大将、この写真、あれ、いつも見せてもらうけど、もともとやっとったんですか。これ、これ、いつでやっとどこでやっとたんですか。この企画よ。はい、企画。どこですか。中原。中原、中原町。うん。ああ、中原区の。うん、すぐそばよ。ああ、で、やっとって、うん、今こっちに移転したんですか。いろいろあってね。ああ、いろいろあって、まあ、女で揉めたんですか。うん、女に騙されて。師匠は女好きだでね。なんか言うてた。視聴者の前では見せれんけど、大丈夫ほどじゃないよ、俺。女の子連れてくるともうひどいからね、いつも。サービスがすごいから。サービスがすごいからね。もう女性だとターンになるって。女性だとターンになるね。中川区、ホッケ西町じゃないですか。ホッケ西町、僕の住所でした。長島新町。長島新町。長島新町だね。うん。ここら辺はね。僕はもあれですけど、まあこの人じゃないんだろうなって。今日はちょっと上目遣いで喋る。はい。いや、上目遣いじゃない。下目遣いですよ。まあまあ下目遣い。下から行く方。下から行く方。ありがとうございます。下が好きだよね。でも実際に本人にやってどうですか。え、実際結構いかつい方ですね。多分、まこちゃんにすごい合うタイプになっちゃう。あー、そうなんですか。実際。いいな、いいんじゃないと思う。りーちゃんどう。いや、私もいいと思います。すごい。あ、いいと思います。うん、かっこいいと思います。でも、どこら辺からですか。え、あー、なんかすごい守ってくれそうな感じがすごい。守りますよ。じゃあ、おはまこちゃんにも本当に言うの。はい。俺、LINE でやりとりしよう。はい。おはまこちゃんは俺と付き合っておいて。はい。いや、マジでミッチーが好みだから。本当に。マジで本当に。言わないでって言ったぐらいです。あ、言ってなかった。言ってなかった。恥ずかしい。結果俺とパパ活して。それは嫌。ちょっと一回。それは嫌。そんなに熱い。まあまあまあ、あれじゃないですか。人それぞれじゃないですか。十人十色ですよ。何それ。十人十色っす。結構、ルイちゃんもだってそんなにいい。いや、めちゃめちゃいいと思う。どういうの。テヘペロって。え、かわいい。そういうギャップがめちゃめちゃいいと思います。やばい、ギャップがすごい。いや、でもよくやるじゃないですか、僕地元とかテヘペロとかって。なんで？テヘペ。いや、全然そこ有酸素じゃないんですけどね。なんかトレーニングした方がいいんですよね、だって。え、なんか筋トレして、まあ、筋肉をつけるのもいいし、はい、でも有酸素は脂肪を燃やしてくれるから、はい、それも私はいいかなって思う。あ、今ちょっと糖質も取ってるけど。あ、なんか取った方がいいんですよね、炭水化物とか。そうですね、有酸素前に炭水化物取ると結構いいかもしれない。ちょっと、うん。じゃあもう、レイさ、筋トレの話とかさ、全然。あ、わかんないですか。ごめんごめん、ないか。あ、そうなんですか。だから絶対私真ん中にいない方がいい。あ、全然いいです、全然。お手伝いよ。今日ゲストなんで。え、でもさ、ゲストだったら、普通、ゲストの子を優先で話しますよね。でもなんかずっと喋ってるから。え、じゃあそれだったら、あの、動画終わった後に話せばいいんじゃないかなって。うちは思うよ、まこちゃん。え、ちょっとごめん、喋りたくなっちゃった、ごめん。でもめっちゃじゃん。まあいいんだよ、別にいいんだけど。いや、私初めて出させてもらってて、私もすごい喋りたいと思ってるんだけど、すごいね、話してるから、私喋るタイミングが全然なくて。3回目だったもんで、なんか、そうですね、インスタもなんか、ちょっとストーリーとかも
ああ、それ別に、あ、まあまあでも私も喋りたいなと思って、うん、次から喋られるじゃん。あ、別にいいよ。え、だから別にいいって思う。私別にゲストじゃなくていい。だから別にもう喋ってればいいじゃん。でもうちいらないじゃん、別に。いや、ごめんごめんごめん。え、逆にね、なんか趣味とかあるんですか？趣味ないです。あ、ないですか？ないです。あ、ジムとかも全然行かないです。ジム半年で辞めました。ああ、まあまあ、でも僕もまだ全然行ってないですからね。まあ、半年続くかもわかんないです。めっちゃ行ってるって話してたじゃないですか。お前がいかんだろう。はい。僕大体あいつあれだよね、はい、ちょっとなんかかっこいいかっこいいとか言って調子に乗りすぎだと俺は思うんですけど。何？ちょっと言いたいことあったら全然言ってよ。ぜひやりましょうよ。じゃあ今ちょっといや動画終わってるんですよ。え、何？どうしたの？友達だから。ちょっとやりましょうよ。だからもうやめてって。だからそういうの、だからなんだこの記事やっぱり。あ、どんなのこれ。やめましょう、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 やめましょう。ちょ、え、は、どうす、え、これ。じゃあ待って、もういい。バカいっちゃう。いや、もういい。いけいけいけ。めっちゃいけ。怖い、怖い、怖い。はい。なんだ、お前入ってきて。え、これ何？ドッキリ。ドッキリじゃん、ドッキリじゃんよね。あいつがいたんだよ、今日。もっと投げてもらって、投げてもらって。いや、こんなんドッキリじゃん。ちょっと投げて。ちょっと、おい、今日のギャラ払うぞ。今日のギャラ払うぞ。別にお前のこと隠すねって。ルイちゃんのこと褒めすぎだな。喧嘩弱くてもどっちでもええわ。ジム行ってるのにそんな変わってなくない？ジム行ってる。てめえ、社長じゃねえだろ。でもこれ何？社長以外に興味ねえんだよ。社長。え、ちょっと真ん中座って、お前真ん中座って。はい、お前真ん中座って。いや、座って座って。いや、どうぞどうぞ。あ、いいって、もうスポーツジム行って、スポーツジム行って大した顔じゃないやつ。スポーツジムは顔じゃないやつ、体。どうぞ、お座り。いや、座って、座って。はい、座れってよ。はい、座れってよ。あれだよね、ゆいちゃんちょっと、キュンキュン言っとったよね。いや、そんなことないですね。ちょ、なんかずっとここばっかり見とる。いや、でも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 、僕思ったら。いいよ、いいよ。いいよ、今日のギャラは今日のギャラハンマッチ。いや、俺、今日のギャラハンマッチ今日のギャラハンマッチ。ちょっとやめます。いけ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 、大丈夫大丈夫。チーズだ、チーズだ。社長でもねえのにさ、かっこいいとかしてんじゃねえよ。これは暴行、これ暴行。あんなうまいじゃん、今日初めましてだけど。初めましてですね。いやいや、なぎた、こいつなぎた。社長じゃねえのに調子のまま。それ本気でしょ。ちょっとちょっとガチめ、大好き。今度は視聴者のために、視聴者の皆さんがちょっとストレス溜まってますよね、皆さん。そうそうそう、お願いします。溜まってますよね。ごめんね、みんなのみんなのためにね。パン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 。ごめんね、ごめんね。だからさ、社長じゃねえのに調子のんで。何の動画これ。だってお前俺のために、お前あの俺の同級生のお前居酒屋でお前俺に好感度下げて、お前俺くしゃくしゃにしやがっただろう。いやでも殴られ方半端ないですよ。うん、殴られ方、俺風邪つった。血が出る前殴ったらギャラ上げたるわ。まあでも嬉しかったです、正直。まあ、正直俺本当に殴られるから。はい、全然殴られない。ギャラ払ってるもん。おけっす、おけっ、それからおけっす。ちなみに何もうインスタ、インスタ、はい、おかまこちゃんもこれ3回目です。他の動画を見てください。もしあれだったら、はい、あの概要欄に貼ってますって。 YouTube でね、結構エロいやつ、ありがとうございます。虹おっぱいだけどね。で、TikTok がメインなの。 TikTok と Twitter もやってます。桜井瑠衣で検索してます。桜井瑠衣で、はい、桜井瑠衣。名前がエロいわ。名前がエロい。だからぜひ見てください。はい、お願いします。じゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします。はい、で僕がかわいそうだと思ったら、あの女